皆さんこんにちは、ワンダルクルフィジです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジ続きをやっていきたいと思います。一年戦争のギレン総帥のベリーハードにマフティとニューガンダムを歴史介入させてのチャレンジ企画になります。序盤かなり苦戦していたんですけども、モビルアーマーを先制に随時投入することによって今現在はですねかなり有利に戦い進めています。宇宙はほぼ完全に掌握済みです。残っているルナ2はデコ略作戦がないと攻め込めませんので、その間はルナ2から出てくる敵の部隊、これをねエルメスのマップ攻撃で殲滅していきます。一方地球上なんですが、前回ですねキリマンジャロ、ここ激戦の末に制圧しています。残っている連邦軍は北京、インド、マドラス、そしてベルファスト基地、本拠地ジャブローと、だいぶね残り少なくなってきています。当面の間、まずキリマンジャロはですね、例えばこちらランバラル、これは専用ギャンに乗って敵の部隊を迎撃中、こちらも専用ギャンに乗ったジョニーライデン、敵の部隊を迎撃中。三連星も同じくですね、ガトーと一緒になって敵の部隊を殲滅中というところです。ここもあらかた肩がつきそうです。ここはガトーのギャンですね。これがジムキャノンに攻撃かけてます。まあ、すでに名だたるエースたちはほぼ漏れなく専用ギャンに乗ってもらっています。シーマもですね専用のギャンマリーネに乗ってもらって今前線に移動中ですので、ほぼ全て出揃うのがもう数ターン以内にね全員専用ギャンに乗ってくれるかなと思ってます。これはジョニー・ライデンですね、真紅の稲妻。まあ、ざっと今、専用のギャンに乗ってもらっている戦闘シーンですね、ご覧いただきました。北京の攻略作戦とトリントン基地の攻略作戦、これ発動できる状態になってますので、今回は北京とトリントンと2つの基地の攻略作戦を行っていきましょう。現在の開発状況についてはですね、ジオングの開発プランまで来ているので、ジオングの開発はすでに始めています。開発済みのところで言うとギャンクリーガー、ここまで開発済んでますので、モビルスーツはもう、第一線級、最後まで第一線級で戦えるものが、現状揃いつつあるというところになっていきました。ではこれで進めていきましょう。まずは最初にここトリントン基地に侵入していきます。モビルアーマー、グラブロ、今回出番があるかどうかねちょっとわからないですけども、投入しておきましょう。ではトリントン基地攻略作戦始めていきましょう。敵軍事拠点に侵入しました。ここはハイコックとグラブロ中心に編成してあります。遅れてザンジバルもやってくるんですけども、ザンジバルどうしてもね足が遅い分到着に少し時間がかかりますので、先に攻略できるところから攻略進めていっちゃいましょう。トリントン基地ですが、敵モビルスーツはいないようなので、まあ迂闊にもですね、敵にしてみればこちらからすると絶好のチャンス到来というところなので、このままですね上陸戦決行していきましょう。うまくすればこのまま敵の拠点を確保できるかもしれないので進んでいっちゃいます。まあ総じて敵の拠点防御力がだいぶ弱くなっているなという感じはするんですけども、逆にオデッサ、ここは敵が大部隊で囲んできているので、オデッサはもう手がつけられない状態になっているので、オデッサをうまく壁を作って防衛しながら、その間に敵の拠点を回収していくというね、作戦で進めています。これが今のところすごくうまくいっていて順調に推移しているので、まあ、このままねこの作戦を進めてベリーハードの攻略を進めていきたいと思うんですけど、ルナ2、あとはベルファスト、この辺りはね、
ベルファストに関しては宇宙唯一の拠点ということもあって、連邦軍かなりの部隊をおそらく配備していると思います。さらにベルファストはですね、敵が大部隊を展開しているオデッサにほど近いということもあって、激戦になる可能性が、高いかなと思いますので、そこでね、なんとか被害少なくかつ効率的にスピーディーに攻略できるかっていうのがね、ポイントになってくると思いますので、その局面に向けて準備をしっかりしていきたいと思います。これでトリントン基地は攻略完了です。あさらなんですけども、これは V 作戦キャッチのイベントですかね、始まりそうです。すでに連邦軍はモビルスーツを大量に投入してきている中、今さら V 作戦というのもありますし、シャアをね、離脱させて、うんぬんかんぬんというのと、この後キャラクターの死亡フラグが立っていくのも、もったいないので、ここはサイドセブンの調査はシャアに向かわせない。V 作戦キャッチイベントは中止、拒否していきたいと思います。なんだって、相手は V 作戦かもしれんのだぞ。考え直してくれ。なんだって、断固として拒否しましょう。これはもしかして拒否できないパターンかな。イエス・ノーの選択肢はあるものの、何度やってもドズルが引き下がらないですね。これはとなると、一旦シャアは出して、その後のシャアへの補給イベントをノーにしましょうか。本当にいやいや許可を出した形ですけどね。了解であります。直ちに調査に向かいます。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。ではこの後北京攻略作戦を発動していきたいと思います。開発プランではノイエジールが来ましたね。もう本当に最終モビルアーマーというところだと思います。さらにザビ家専用のモビルアーマーも来ました。でノイエジールもザビ家専用モビルアーマーも、ビグザムになりますが、開発はしておきたいと思います。ザビ家専用モビルアーマーはビグザム、確か対空防衛ミサイルか何かが武装として追加されていたんじゃなかったかなと思うんですけどね。ではこのタイミングで北京の攻略作戦ですね、こちら発動していきたいと思います。北京の攻略作戦の後はベルファスト、マドラスと2つの海に面した基地の攻略控えてますので、潜水艦をねいくつか作って、潜水艦で部隊を侵入させていきたいと思います。その前にまずは北京でサクッと攻略していきたいと思います。すでにザンジバル北京上空に待機してますので、これで突入させていきます。もうすでにほぼギャンで固めてありますので、問題なく攻略は進められるんじゃないかなというふうに期待をしています。で一部ですね、ガルバルディで、さらにギャン海兵隊仕様、高機動型ギャン、ギャンキャンなんかも配備してあります。完全に個人的な思いにはなりますけど、結構ガルバル好きなんですよね。なのでガルバル生産はねちゃんとしていきたいと思います。では北京攻略作戦です。敵軍事拠点に侵入しました。攻略戦を開始します。ここは降下してきた部隊中心になりますね。まずは基地中心部を目指していきたいと思います。でこの後後続でさらにザンジバル2隻入ってきますが、できれば1ターン、少なくとも2ターン以内にね、ここの攻略は完了させていきたいと思います。敵部隊も決して多くはないですからね。ではモビルスーツ隊発進していきます。ここはキシリアがザンジバルから指揮を取る形ですね。パイロットはあまり乗っていないというのが今回の編成になっていますので、パイロットなしという不安な点はキシリアの指揮力にかけましょう。
あとギャンキャノン、さらに高機動型ギャンなんかも用意してますので、まあ、ある程度のねパイロット不足というのはこの辺りのモビルスーツの性能で補っていきたいと思います。では北京ですが、敵の基地中心部制圧できる状態になりましたので、制圧して北京の攻略を終えていきたいと思います。基地中心部の制圧に成功しました。北京も大した抵抗はなくね、制圧できましたね。オデッサ及び北京の制圧によりインド方面への進路の確保に成功しました。これによってインド東部に位置するマドラス基地を攻略することが可能です。マドラス攻略作戦を続いて、マドラス攻略作戦来ました。緊急連絡です。サイドセブン、マドラスはねインドなのでオデッサにほど近いというのもあるので、もしかしたら連邦軍が戻ってくる可能性があると思いますので、速やかに攻略できるように準備整えて出撃していきたいと思います。で、今ご覧いただいているサイドセブンのイベントですね、もうちょっと今更感はありますけど、ザク2機を失いました。脱出した部下が持ち帰った映像があります。兄貴、見ての通りだ。赤い彗星のシャアが V 作戦を捕まえた。補給部隊を派遣して調査を続行させよう。これはノーを選択します。相手は V 作戦だ。いかに赤い彗星でも補給なしで戦えるとは思えん。それでもやれというのか。仕方がありません、やってみます。しかしミスミス部下を危険にさらすことはできません。ドレン、デニム、ジーン、スレンダーの4人は帰還させます。これでこの4人は死亡フラグ立たずに済みましたね。続いてジオングの開発完了してます。実はですね、ペギンの攻略作戦中バルバロの開発も完了していますので、まあ、せっかくなので2つスペック見ておきましょう。まずバルバロからですね。バルバロはスターダストメモリーの中でね、出てきたモビルアーマーですね。続いてジオングです。ニュータイプ専用モビルアーマーという位置づけになってます。マップ兵器持ってますね。これらはルナ2の攻略作戦に使っていければいいかなと思いますので、一旦そうだな、グラナダに、いやソロモンに輸送しておきましょう。でソロモンからルナ2方面に出撃させていきましょう。では続けざまになりますが、マドラス攻略作戦も発動していきます。これより我が軍はマドラス攻略作戦を開始する。目標はインド東部マドラス基地だ。各員の一層の努力を期待する。マドラス基地ですね、パッと見今までよりは敵部隊多そうな気配がありますので、ここを速攻するために潜水艦でまずは侵入していきます。この時のために潜水艦用意しておいたと言ってもいいですからね。あとはどれだけ多くの部隊が侵入できるかですね。この一旦の間に3連星のギャン、これ落とされると痛いな。持ちこたえられるかどうかだな。ちょっと出すの心配ですよね、これで。信じよう。一応念には念をということで、周りに護衛の搭載モビルスーツなしの有効をつけておきましょう。すでに部隊はご覧いただいた通り侵入はしているので、敵今外に出ている部隊もね、中に引っ込んでくれるんじゃないかなとは思うんですが、心配は心配ですよね。ではマドラス基地攻略作戦も行っていきましょう。一応北京からも部隊陸路ではありますけども、のんびりマドラスに向かってもらってます。まずは上陸を最優先しましょう。上陸さえすればまあどうにでもなる戦力
用意してありますので上陸を優先します。で基地中心部を目指していきましょう。で次のターンで敵いくつか戻ってきて侵入してくると思いますので、それまでの間にですねできるだけ基地中心部を抑えにかかりたいと思います。U コーンの中に入ったままでモビルスーツ隊が落とされるというのだけは避けたいので先に上陸。 U コーンが落とされましたけど結果的にいいところで上陸できたな。御の字としましょう。で残り U コーンこれ落とされちゃうな。生き残る術がちょっとないと思います。残念だけど退却させますか。そしたら補給する術がちょっとね厳しくなってくると思うのでなんとか速攻で決めに行きましょう。ではマドラスの基地中心部ですね、これを守っている最後のモビルスーツ、これを撃破していきましょう。パワードジムですね。これでマドラスの基地攻略完了ということになりますので残っているのがベルファスト基地とあとはジャブロールナ2のみというね、もう本当に終盤になってきたかなというふうに思いますのでこちらのモビルスーツ もう量産型ギャンなんかは廃棄してですねギャンマリーネ、ギャンクリーガーといったね、最終形のモビルスーツの方にアップデートしていきたいと思います。兄貴、赤い彗星が V 作戦にやられた。奴の消息は不明だ。まあ、これでね、マドラスの基地は攻略したもののイベントでシャアがいなくなってしまったので、まあ、残念ですけどこれを想定してシャアは宇宙で待機させてたので、まあ、大きな、ね、損害にはならないと思います。はい、では今回はドリントン基地それに加えてマドラスキリマンジャロと、拠点を攻略して回りました。次回は残っているねベルファスト基地の攻略ルナ2の攻略それとどうしてもこなさなきゃいけないイベントがいくつか、あるのかなと思いますのでそのあたりを、次回プレイとしてお届けできればいいかなというふうに思っています。では今回はここまでさせていただいて次回その模様をお届けしていきたいと思います。